足がなかなか細くならないなーって悩んでませんか？今回は足の筋肉のバランスを整えるストレッチになっています。このストレッチをおろそかにしてしまうと、どうしても前だけ張ってしまう、ふくらはぎだけ太い、O脚や X 脚が改善されず、むくみやすい足になっている、そういった原因がたくさん増えてきます。その今回バランスを整えるストレッチになってますんで、一緒に頑張りましょう。はい、じゃあスマホを目の前に置いていただいて、楽に座りましょう。まずは足の裏を合わせてもらってですね、足を少し前に出します。膝をね、床につけるようなイメージでストレッチをしていきます。この時ポイントがあります。足をね、パタンと広げる、楽だよっていう人はあまり伸ばさないでください。なぜかというと、今回は筋肉のバランスを整えるという意味ですから、楽な方はあんまりそれ以上伸ばさないでください。それでは行きましょう。まずはね、膝をね、しっかりね、浮いちゃう人はグーッと押さえましょう。楽な人はそれでキープでいいです。無理に押さえずにね、楽にキープしてください。足の位置はたまにね、ちょっとこう変えるとね、伸びる位置変わってきますから、いろんな位置に変えていただいてですね、伸ばしていきましょう。これ主にね、お尻と内転筋を伸ばしてます。例えばね、この内転筋がね、柔らかい人っていうのは、やっぱり O 脚だったりします。硬い人はね、X 脚の場合が多いです。ですので、このバランスを今回整えますから、硬い人はね、しっかりね、ぐーっと伸ばしましょう。ぐーっと。柔らかい人はそれでキープ。はい、OK です。今度は内股ですね。後ろに手をつきましょう。今度は M 字にしてもらって、内側に内ももを倒します。これでキープ、これでキープです。これがね、もしね、楽だよっていう人は無理に伸ばさないでください。きつい人はしっかりいきましょう。バランスを今回は整えるという意味ですからね。体がね、前に行くとね、やっぱ楽になりますから、後ろに沿って内側にグッと倒します。ちょっと痛い場合はね、たまに緩めていただいてですね、またぎゅーっていきましょう。ゆっくりキープしてください。やっぱりね、開くのと閉じるののバランスが良くないとね、足ってこうまっすぐなりませんからね。痛い方は頑張れ。よし、 OK。 で、今度は前もものストレッチですね。正座した状態から後ろに倒れます。これでキープですね。できればね、腰をね、床にグッとつけるような気持ち。そしたら足が浮いてきますから、これまた前に倒していくイメージ。もしね、足つりそうな人は出しましょう、外側に。こんな感じで出してもいいです。でもね、しっかりこう畳んだ方がね、ちゃんとまっすぐ伸びますから、できればね、畳んでいきましょう。これで前ももを伸ばしていきます。楽な人はね、あんまり伸ばさないでください。硬い人はしっかり伸ばして、これでいいですよね。よし、 OK です。で、今度はもも裏ですね。もも裏、これは前屈です。つま先を起こして前に倒れます。もも裏、ふくらはぎが伸びます。つま先倒すとね、伸びにくいんで、つま先しっかり起こしてね、ぐーっと前屈しましょう。硬い人はしっかり頑張って、リラックスしながらね、ぐーって頑張って。楽な人はね、楽な人は無理しない。伸ばしすぎたらね、またね、前ももをね、しっかり伸ばさないといけなくなりますから。きつい場合はしっかり伸ばす。痛い場合はね。楽な場合はあんまり伸ばさない。つま先はしっかり起こしておく。前後ろのバランスも大事ですからね。同じように柔らかい方がいいですからね。よーし、 OK。 あともう一個ですね。この股関節左右に倒します。左右に倒す。筋肉のバランスを整えてくると、これも楽になってきます。やっぱりどっちかがね、行きにくいな、どっちかが行きやすいなってあると思うんで、同じようになるといいですね。まあ、ちょっとね、これ楽だよっていう人は体を少し前にしてね、やってみてください。まあ、できる人は手をつかずに、こんな風にできても、まあ、すごいと思います。まあ、理想はこうがいいですね。硬いとやっぱりこれできないんで、
そのままはこうやってね、後ろに手をついてやりましょう。これがとってもね、大事ですね。はい、OK。はい、お疲れ様でした。今回のポイント、硬い方はしっかり伸ばす、柔い方はあまり伸ばさない、これがポイントです。両方同じようにするのが大事ですから、そこを意識してね、何度もやってみてください。でストレッチもね、筋トレと一緒で1セットだけよりも2セット3セットした方が効果的です。なぜかというと、筋肉ってね、1回目はびっくりしてあんまりちゃんと機能しなかったりするんですね。なのでちゃんとね、ストレッチも2セットぐらいやった方が本当はね、効果的です。余裕がある人はね、やってみてください。ご視聴ありがとうございました。